はい、どうも、田中浩二です。今日はですね、13年間、21の時かな、から、始めてたバイト。まあ、ツアーミュージシャンも、こう数年ちょっとこう力を入れてやってたんで、まあ、好きでね。なので、まあ、ちょっと休職みたいな感じになってた時もあったんですけど、まあ、そのバイトをですね、12月付で、辞める、退職するということになりました。もう完全に個人事業主として、まあ今後やっていくということで。まあとりあえず、まあちょっと今からね、いろいろ喋ろうかなと思うんですけど、まあおめでとうなのか、なのかわかりませんが、まあ乾杯をちょっとね、一人でしたいなと思います。はい。まあ本当に、そこのバイト先、まあ、詳しくは言えないんですけど、社員の方たちに本当によくしてくださって、まあ今の自分があるのも、まあもう本当にね、まあそこのおかげというか、で、チャンネル登録してくださってる人の中にも、そこのバイト先の人たちが、してくださってるので、まあ、こういうね、こういった動画の形で申し訳ないんですけど、なかなか会える機会がないので、はい。ということで、はい。お疲れ様でしたということで、一人で。まあね、今まで、その、なんだろう、まあ、その人によってね、いろいろ働き方とか、向いてる向き不向きとかはあるとは思うんですけど、僕自身はね、なんかこれから、もう全部自分で、まあ決めないといけないわけなんですよね。いつ何時に働いて、いつ休みを取って、どんな仕事をしていくか。で、例えばね、いろいろね、まあ考えることがたくさんあるんですけど、例えば、まあ飲食店だったら、食器一つ、道具一つをね、まあ会社が買ってくれるわけなんですよ。で、それを、今度は自分で買わなきゃいけない。それは全て経費で、まあ落とすわけなんですけど、そういう必要経費を全部自分で買って、買ってもらってたものを今度は自分で買って、で、働きたい時間、何時に働くかとか、どのぐらいな仕事をして、どんな風になっていきたいかとか、そういうビジョンも全部自分で、まあもともとあるんであれなんですけど、もう本当にね、何回も何回も、社員にならないかという風に、社員の人たちに誘っていただいたのを、まあ、断って、来て本当申し訳なかったなという気持ちなんですけども。まあまあ大きな会社なんで、大きな、まあ飲食店とだけ言っておきましょう。大きな会社になると、まあ例えばマクドナルドとか、まあいろいろ大きな飲食店の会社はコンテストがあるんですよ。その、スピードを競うコンテストみたいなの。それを、まあここ数年ちょっと、それに参加させていただいてたんですけど、まあ、兵庫県の予選があって、で、関西の本戦があって、それに勝つと全国大会に出れるっていう大会があって、僕は、もう前々から、1年ぐらい前かな、から、まあ、全国大会に出て、これを置き土産にしようと思ってたんですけど、まあ、兵庫県予選はね、1位で通過できて、で、まあ、やっぱ、関西の本戦とかになってくると、まあ、かなりレベルが高いかったんですよね。で、負けちゃって、まあ、かっこいいところは見せれなかったんですけど、まあ、それがちょっと、久しぶりに、まあ、悔いが残ったかなと思うんですけど、まあ、やってきたことについては、まあ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 、そら、そうだなと、こう、ジョイの人たちを見ると、やっぱすごかったんで、あれだったんですけどね。で、まあ、ね、先ほど言ったように、これから全部自分で決めていかないといけないわけで、常々、ね、もう10年ぐらい前かな。本当にそれこそ25前後の時から考えてたんですけど、まあ、自由な生き方をしたいと、ずっと思ってたんですよね。まあ多分自分もそれを望んでるというか、合ってるというか、おそらくこう夢がなければ、そこに就職させていただいて、そこで全うするっていうことも、もちろん、僕の幸せでもあったと思います。だけど、まあ、やりたいことの方が、意識が高かったというか、絶対これをやりたかったっていうのがあったんで、そっちの方を選んだんですけど、
まあ、常々こう自由になりたかったっていうところで、自由ってじゃあどんな状態なのって考えたときに、さっき言ったようにね、こう仕事をこう与えてもらうわけですよ。会社に入ると。で、ね、ずっとこう会社は仕事を与えてくれるので、どうやってこう手を、まあ言い方悪いですけど、手を抜いて調整していくかっていうことをね、まあ考えるわけですよ。会社にいると。で、今度全部じゃあ一人でやるってなった時に、どれだけまず頑張んないといけないかっていうこと、こうもう180度違うね、発想で今後やっていかなきゃいけないっていうところで、自由ってね、本当に誰に何も言われない生活だけど、その分自分から頑張んないとすぐに死んじゃうんですよね。うん。誰もお尻を叩いてくれる人がいないから。まあこれからそういう生活になっていくっていう風に関して、まあ不安が、の方がちょっと大きいかなっていうのはあるんですけど、まあこれからもね、皆さんに応援していただきたいなと思う気持ちと、今皆さんが送っている生活が本当にこう、自分の人生にとって満足なことなのかどうかっていうことは、今一度やっぱ考えて、もらう機会になればいいなと、この動画で、というふうには思いますね。やっぱり、全国というか全世界、貧困の人も差別受けてる人も、富裕層の人も、まあ上級国民も、これだけは平等だっていうのは、もう時間なんですよ。時間だけは、絶対に、みんな平等に24時間しか与えられない。最近だから12月ももうほとんどね、ライブ休止してからちょっとじゃあ、本格的に復帰しますっていう感じでね、やらせてもらってたんですけど、逆にこっちの方が忙しくなっちゃって、最近もうバイトももうほとんど入れてない状態なんですけど、まあ今一度ね、皆さんにとって、どういう人生かなと。うん、だからまあ自由になってで、自由、まあ、旗から見れば自由な生活になってみて思ったことはほとんど寝る時間がないというか、もう頑張らざるを得ないというか、まあ、休みが逆にまあいらなくなったんですけどね、好きなことだから。うん。今が、こう、今がっていうか、まあ、好きなことをやってるからこそ、休みは特にいらないかなというふうには思うようにはなったんですけど、まあ今一度、こう、これで、今、幸せかなとか、いうふうに、うん、思っていただければいいなと思いますし、僕はかなり、好きでね、バイト、そのバイト先も好きで、本当に、やることなかったら社員になろうかなって思ってたぐらいでしたけど、会社はね、死にたいって思うぐらい、鬱になっちゃうぐらい、別にいる場所ではないと思うんです。本当に代わりなんていくらでもいるから。ただこう、まあ僕だったらこういうエンタメね、エンタメの世界で個人でやっていくってなった場合、代わりがいないわけですよね。だから何があっても自分でやっていくしかないっていう。まあそれがまあ好きでやってることなんでね。まあ、皆さんにとって今の人生は本当にいいものでしょうかっていう。そういう風に、今一度こう考えてみてほしいなという風に思いましたね。まあ本当に、そこのバイト先の、社員の皆さん、本当にお世話になりました。はい。今、上の上司の方が、社員の方が、僕が、バイトを、そこでバイトをし始めて、1年目、一年に達さない時ぐらいかな。の時に一緒に働いてた方だったんですけど、その方とまた縁があって10年ぶりぐらいに一緒にね、会うことができたんですけど、まあその方も含めて、たくさんの人に、お世話になったということを、まあこの動画ですけど、もう個人的にもっとお世話になった人には僕が会いに行きます。はい。この12月中にちょっと忙しい中ですけど、ご挨拶しに行きたいなと思っております。はい。まあ、たくましく生きてます。はい。大丈夫です。はい。まあすごく寂しいんですよ。本音を言うと。めちゃくちゃ寂しい。
ああ、そういう時が来るとも思ってはなかったですけど、ついにそういう時が来たかと。おそらく複雑な気持ち、まあ僕はもちろんそうですけど、その社員の、応援してくれてた社員の方たちも複雑な気持ちだと思うし、今日ね、ちょっと電話したんですけど、まあ、やっぱ、ダメで戻ってきましたみたいなことになってはやっぱいけないですよねっていう話をして、まあ、休職にしようかなと思ったんですけど、まあ、退職という形で、出させてもらおうかなと思っております。本当にまあ、感謝の気持ちしかありません。はい。今後とも、応援のほどよろしくお願いいたします。はい。田中浩二でした。